はい、社会保険労務士の奥野と申します。私どもではですね、現在、同業者組合さん、あるいは、業界団体さんですね、そういった皆様を対象にですね、組合員さん、会員さん、企業向けのですね、社会保険料適正化実践セミナーというものを行っております。で、会員さん、組合さん、企業のですね、経営の安定にとてもお役に立つ情報だと思っておりますので、ご興味がございましたらお問い合わせください。で、具体的にはですね、このセミナー研修会なんですけれども、大きく分けて2つのメニューをご用意しております。で、1つ目はですね、役員報酬最適化を活用した役員さんの社会保険料節減支援と、そういった内容の研修会です。役員報酬最適化といいますのは、役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方だけを変えることによりまして、実は役員さんの社会保険料が大幅に安くなると、こういう内容なんですね。で、具体的にはですね、毎年最大役員さんの社会保険料が、多い方ですと、58% ほど安くなると、こういったノウハウなんですね。そういうことをお伝えする実践セミナーがまず1つ目のメニューです。で、2つ目のセミナーのメニューとしましては、同じく役員報酬最適化を活用するんですけれども、役員さんの役員報酬年間総額は変えないで、支払い方だけを変えることによりまして、今度はシニアの役員様、60歳以上の役員様の場合は、役員報酬が高いので老齢厚生年金が支給停止になっている方が、役員さんがとても多いと思うんですけれども、実は役員報酬最適化を導入することによりまして、役員さんが常勤役員のままですね、しかも年収を下げずに、老齢厚生年金を受け取っていただくことができるようになると、こういう効果が発生するんです。で、現在シニアの役員様方に大変ご好評いただいている内容なんですけれども、具体的にはこちらはですね、シニアの役員様がお一人いらっしゃったらですね、年間だいたい200万円から400万円程度、個人差ありますけれどもね、の会社設計費節減額が出ると、こういった内容の実践セミナーでございます。ご興味がある研修会担当の方いらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください。